アンソニーはインドの編集技師。2003年公開のカーカカーカに編集技師として参加し、ガウタムメノン監督作品でキャリアを積み、2010年公開のロボットで初めてシャンカール監督作品に参加した。これらを含めて60本以上のダミル語映画、テルグ語映画、マラヤーラム語映画、ヒンディー語映画に参加している。2013年にはあったはサで、 初めてカンナダ語映画に参加した。彼の編集技術は多くの若手編集技師に影響を与えている。マドラスキリスト教大学で文学を専攻するが、卒業後に友人に勧められて、プラサードスタジオでアニメーション技術を学び、後に編集技術を学んだ。1993年から2004年にかけて、エディットポイントで企業広告や映画の予告編、 ドキュメンタリー制作などを手掛け、その多くは、ラジーブ・メノンのような映画制作者との共同制作だった。また、映画のミュージックシーンやテレビ映画の編集も経験し、その中で、ガウタム・メノンから、カーカカーカのオーディオリリースイベントでの園内コンジャムの仕事を依頼された。ガウタムは、アンソニーの仕事ぶりに感銘を受け、彼との間に、同作の編集技師の契約を結んだ。 カーカカーカへの参加以降、タミル語映画の人気監督であるガウタム、シャンカール、AR ムルガダース、N リンガサーミ、ケ v ブヤーナンド、エールビジャイの作品に参加した。2008年には、ジャヤラーム、ユーギセトゥ、ナミータを主要キャストに迎えて、自身が監督を務める映画、ジャガタリプレドバンのプリプロダクションを開始するが、途中で企画は頓挫している。2014年8月に、 マラヤーラム5映画、シャッターのリメイク映画を監督する企画が進行していることを公表した。同年11月には、サティアラーズを主演に迎えて、自身の監督映画を制作することが発表され、2015年にオルナルイリビールとして公開された。ありがとうございます。